はい、皆さんこんばんは。今日はですね、自分これを買っちゃいました。ファンタシースターノバーです。はい、の PS ビータ版ですね。この間 PS ビータを買ったんですけど、それと一緒にファンタシースターのノバーを購入しちゃいました。はい、ファンタシースターオンライン2っていうのがあると思うんですけど、あっちはもうオンラインでやるやつです。で、こっちの方はですね、ネットワークじゃなくて、一応一人用になります。一人用って言ってもモンスターハンターみたいに集まって4人パーティー組んでダンジョンっていうか、まあ行けるんですけどね。はい、でまだ序盤なんですけど、はい、こいつ倒すのがすごい楽しいです。このでっかいやつ、ギガンテスかな。はい、ちょっと友達がですね、ファンタシースターオンライン2のソフト忘れて言ってますね、こいつは。まあストーリーはね、まだ今のところ正直なんか微妙です。はい、まだ序盤なんで、まあ何とも言えないんですけどね。はい、不時着して今から開拓しますよっていう、開拓っていうか脱出するためにいろいろね、頑張りましょうっていうところなんですけど、戦闘やった感じは、まあ、画面も綺麗ですし面白いです。まあファンタシースターのことだからですね、武器とかテクニックとかものすごいこれから派手になっていくと思うんで、はい、楽しんでやろうと思います。まあ今の状態でもね、めちゃくちゃ爽快なんですよ、本当。なんでこれからそのド派手な攻撃方法が追加されたりすると今以上に爽快になると思ってるんで、はい、ものすごく楽しみです。で、まだちょっとシステムの方が全部できてないのかな。はい、でも多分5、6、7時間ぐらいはもうやったと思うんですけどね。サブイベントみたいなのも結構多くて、今そいつをやったりとかしてて、ちょっと時間取られてる感じですかね。はい、まあ個人的には面白いと思います。はい、ただね、自分の周りにはそのやってる人一人ぐらいしかいないんですよね。爽快さは結構あるんで、そういうの求めてる人にはおすすめだと思います。個人的にはモンスターハンターとかよりも全然戦闘は面白いですよ。はい、すごい大きな敵を相手にしなきゃいけないんで、そういうのもちょっと倒しがいがありますね。はい、ただボリュームがいっぱい詰まってると思うんで、今からすごい期待してます。はい、じゃあ今日はファンタシースターノバーの紹介でした。はい、じゃあよかったらチャンネル登録お願いします。